人々は彼女にそうなってほしいと望むように、輝いているあなたが好きだと言い、笑って、そう、それでいい、ポジティブでいて、前を向いて、もう疲れたよ、私は人形なんかじゃない、喧騒の中人々の波にただ埋もれていく日々、明日は生きてるんだろうか、ここに立っている意志のある一人の人間なのに、どこへ行ってしまったんだろう、抜け殻だけがそこにある、人々はただ質問したいだけ、彼女の人生を酒のつまみに聞いて、彼女の答えを一つも聞こうとしない、たくさんの血が彼女の心臓から流れ出ても誰も気にしやしないよ、誰も人の命なんて、トラブルなんて欲しくないからね、寒さでかじかんだ手を開けば、震える手がまだ生きているんだと必死で訴える、私の肉体は生きたがっている、望んだわけではなくて、ここにいる今の自分の人生を、自分の頭にぶら下がった十字架を運命として覚悟して受け入れ、なんとか這い進んでいく、誰にも分からなくていい、家族も守ってくれる人も誰もいない、だから歯を食いしばって立ってる、生きてやるって証明するために、分け知り顔で近づいては搾取しようとするもの、ヒーロー気取りで近づいてきて酔いしれるもの、たった一人信じたい人はここにはいない、遠くにいてつかめない、冷めたその顔の下で私の魂は燃えている、生きたいんだと望んでこんな人生を手に入れたわけじゃない、いつも暴力に支配され、たくさんのものを奪われ、何も最後には残らない、でも奪われたことさえもう分からなくなって、何も感じることができない、彼女の自尊心信念は今や崩壊しつつある、冷え切ったグラスの水とパンをなんとか口に押し込んで、15日間で4キロ痩せた体と落ちくぼんだ瞳、それでも燃えた野生の獣のような瞳で、彼女は生きる、生きる決意をする。どれだけ踏みつけられても何としてでも生き抜くんだって。だって私はロボットなんかじゃない。